こんにちは、ダイスです。今回はドラゴンクエストモンスターズ3続きからやっていきましょう。ロザリヒルに戻ってって言われたので一度戻ります。極炎町の行方も気になりますし、新しい魔界にも行けるようになってるんですが、一体何が起こってしまったんでしょう。外かな、なんとなくですけど外ですね。行ってみましょう。行きましょう。さっきので良かったと思うよ。ダメ？さっきの良かったですよね。こんにちは。おじちゃん、おじちゃん、助けておくれよ。僕たち道に迷っちゃったの。おお、この村に人が来るなんて苦労なさったな。宿に案内しましょう。汚いところですが、せめてゆっくりしていってくだされ。ありがとうございます。うまくいきましたね。誰も僕たちのこと疑ってないね。それにしてもいい宿だね。僕疲れたから一休みしたいな。じゃあそれぞれ自由行動ってことで、おやすみなさい。自由だね。一晩開けちゃった。はあ、グッモーニー。思ったよりもぐっすり寝ちゃったよ。さあて、どうやって勇者を捕まえようか。なんだか外が騒がしいな。だね。大変だ。とうとう村が魔物どもに見つかった。魔物たちはすぐそこまで来てる。戦わないと。魔物、一体どういうこと。魔物に変わって、そのまま見に行くのじゃよくない。あれ、一晩寝るから。寝ちゃったからだよ。ああ、勇者行っちゃった。おお、かっ
ここだったっけ。お兄ちゃんだ。これはまさか、うん、ランディオル大帝の長兄ポーションディオロス。やばいです、隠れないと。見つかったら何をされるか分かりません。この村にソロという名の勇者がいると聞き及んで参った。え、私の名前言ってる。勇者どこにおる。隠し立てすると長生きできんぞ。いないね。どうやら聞く耳持たぬか。いいだろう、やれ。皆の者戦え、こやつらを追い返すのじゃ。勇者ゾロはここだ。ようやく腰抜け勇者のお出ましか。皆の者、奴の首を討ち取れ。討ち取った者には褒美を取らせよう。行っちゃダメだよ、殺されちゃうよ。頑張って。討ち取ったり、勇者ソロを仕留めました。ほう、でかしたぞ。よくぞ勇者を仕留めた。貴様には後で褒美を取らせよう。では皆の者、引き上げだ。王将ディオロス、なんでご主人様のふりをしたんだろう。まあ、やつの狙いはわかんないけど、勇者を倒してくれたのはありがたいね。そうなのかな。あの勇者は誰かが化けてたって。じゃあ本物の勇者は。ご機嫌うるわしゅう皆様。うん、いかがです。見たでしょう、これこそが人間の恐ろしさなのです。仲間のためならば己の命を捨てることさえ厭わない。勇者に導かれた人間たちが力を合わせたなら我ら魔族をも超えてしまうでしょう。さて、あなたならばどうします。ただ指をくわえて見ているのですか、それとも尻尾をくわえて見ているのかにゃ。さあ、私も準備をしなくては。あいつが。誤解だよ、すごい誤解だよ。それは。おかえりなさい。言いつけ通りいい子にしていました。なんですって、人間を滅ぼすだなんて。あなたはそのために進化の秘宝を使い強大な力を得ると。お待ちください。
の人を止めて。このままでは世界は滅んでしまう。お願い、誰か受け止めて、私の願いを。運命に翻弄されてる感がありますよね。本当に届いて、私のこの思い。はい、ということで調べる。次に一応なんか違うとこ行けるようにはなってるので行っていいと思うんですよね。カンミロか、流神殿かな。カンミロ行きましょう。いやー、翻弄されてる感がすごい。はい、ということで新しい魔界です。メロザリーには申し訳ないんだけど、騙されてるところも一緒に見て欲しかったよね。なんとなくですけど。はい、甘味楼の魔界の中級。久々に戻ってきた感がありますね。何やら騒がしいですね。そうだね、集まってるね、みんな。どうやらあのドーナツの門に向かっているようです。あそこに何かあるのかもしれません。私たちも行ってみましょう。はい、ということでやってきました、次の魔界。まあ、とりあえずなんですけど、サクッとですね、ドーナツの門のところまで向かってみようと思います。
まさか俺たちの支配者様が初級エリアから来た魔物に倒されちまうなんてな。そのまま上級エリアに向かってったが、ありゃ何だったんだ。どうやら慌ただしくなってきたな。おら、次の支配者になるのはこの俺だ。何をふざけたこと泣かすんじゃねえ。うわ、あれは長老の道豪様だ。お前たち騒ぐでないぞ。次の支配者ならばこの甘味楼の魔界に伝わる習わしに従って決めようではないか。アイスの迷宮に眠る珠玉のポップンロッドを取ってくるのじゃ。それを手に玉座に座った者が次の支配者となる。つまり早い者勝ちじゃ。ってことは俺にも支配者になれるチャンスがあるってことか。盛り上がってるね。さあ、我こそはと思う者はスタートラインに立つのじゃ。名を上げるチャンスです。私たちも参加しましょう。はい、そうしましょう。迷宮から珠玉のポップンロッドを持ち帰り玉座に座れば優勝でしたよね、うん、私たちならきっとできます。まずはアイスの迷宮を突破しましょう。あん、身の程知らずのエルフだな。なんだって。どうやら揃ったようだな。では皆の者、位置について、よーい、行くのじゃ。あら、急に止まって、どうしたんでしょうか。ビュー、よそ者が俺たちの魔界の支配者を目指してるなんざ気に食わないと思わねえか。同感、俺よそ者嫌い。ここなら誰も見てねえ。こいつらを潰しちまおうぜ。来ます。こんなのあったっけ。覚えてなかった。3体、しかもかなり強い方のモンスターたちなんですが、大丈夫かな。まあでもいけなくはないかな。大丈夫そうな感じはしますね。頑張ってみんな。おかわりしてるからそっちの方に行くので、そこから倒しましょう。変わっちゃってるからここで変えます。よし。で、入れ替え、ホイミを戻した方が多分やりやすいと思うので、これで戻して、で、道具を清水を入れてあげよう。はい、これを。これでどうか。大丈夫な気がします。で、次のターンの命令でバイキルトを飛ばして、ネコマドはいってるかな。特にないですね。 OK、 回収のキリティ、これで安定するから。
張れ。休み。で、MP を追加してあげよう。はい。MP もね、自動回復つけたいんですけどね。多分、ストーリー中は難しい。はい、できた。無念、よそ者、侮ってた。通れ、この先、お前ら、ふさわしい。どうもすいません。さあ、行きましょう。仲間になってくれたらもっと嬉しかったんだけどな。ということで、次回はここから進めていこうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた、See you!